今回は最新配布スタート。期間限定の豪華報酬を今すぐ受け取れ。に対するプロ棋士たちの反応集を見ていきましょう。新イベクター。珍しく即終了イベントじゃないな。今回のイベント結構凝ってるな。ちゃんとしたイベント楽しい&お話しかける前なんかバグってなかった？おそらくエレリナのせいで火星サービスの評判悪くて来館が苦労してるのもあろ。どうしよう、こっちの運ゲーは結構遊べる。ゴールデンウィークって大陸でもあるの？イベントで取り上げてるってことは日本特有の連休じゃないのか。国ごとに祝日が連なるタイミングは違うだろうし、何ウィークって呼び方まで共通かは知らんが、イベント1日の区切りが中途半端でやり残しあったかとか、パッと見よくわからんな。1個目 100% にしても、特に今日はここまでみたいなこと言われんよな。まあ後から一気にやる人もいるんだろうけど、この運ゲー別に隣接したマスじゃなくても一手で動けるやんけ。イベント区切りを明確に明示してくれよ。一箇所 100% にスタートをうろうろし続ける羽目に。イベントが進むにつれ、プロ棋士様は喫茶店、コーヒーカフェで追加の限定コーヒーを楽しめるようになります。イベント期間中合計3杯まで、ま、最高か。育成素材集めれそ。コーヒー3杯も飲んでいいんですか。参加条件、今公開されてるメインストーリーの一番最後のやつだから割と気合い入れてみないといけない。ちなみにネズミ色のブルースはメインストーリーではない。1ヶ月と期間が長いので慌てなくていいけど、メイン3章クリアが参加条件っぽいのでお気をつけて。最高すぎるポリクロームとコーヒープラス1美味しい。好きな店主さんにお話伺うパート1人しか聞けないのか。全員に尋ねに行くと思って近くから声かけちゃった。アシャさんに休みの予定聞きてよ。さらゴールデンウィークで1日2杯飲めちゃうとカフェイン中毒者になっちゃうぞ。換気、期間中3杯までとはいえ、デイリーで2回飲むのが癖になりそうで怖い。石と素材大量で良さげだな。電気チップスほどもらえるのありがたい。今回のイベントでもらえる強行温度器まずまずの性能でいいやないの。ホヨバはイベント限定武器のガスとそれっきり手に入らないのどうにかして、二つ目のスターライト作ろうかと思ってたので配布温度器助かる。やっぱエレン持ちなしにつけるのが最上かね。報酬めっちゃ良いな。このレベルのイベント定期的に開催されるなら育成面も余裕ができる。性能がすごく良いので必ず入手しときたい。絶対取り逃しのないように。武器配布のイベントは原神もスターレイルも復刻が来てないので全ゼロでも今後復刻されない可能性が高いです。配布温度器の金メッキの花神攻撃盛りまくりやな。効果の方の貫突は攻撃プラス 10% 値ダメプラス 24% くらいかな。値ダメプラス 15% 24% は電撃リップグロスやストリートスター等の運動器でもある数字だから多分合ってる。攻撃の方は高等式変革の値ダメダウン 60% からほな 10% かなって感じだけど強くね。イベント運動器は貫突できるし攻撃力結構漏れそう。イベ武器にしては壊れてて草、金メッキの花神ってやつ強くね。ストリートスターいらないじゃん。迷ったらこれつければ OK な性能で良いですね。貫突すると攻撃力常時プラス 10% くらいになるんかな。なんかスターライトエンジンより強そう。強化スキルよダメバフは謎だが11号や主演に良さそう。スターライトより強いから良いと思う。武器ガチャも交換もしないならスターライトとこれで2パーティー賄えるから良いと思うぞ。11号ちゃんにはキャノンローラー、エレンにはスターライトエンジン持ってもらってるんだけど、エレンの方はイベント配布の金メッキの花神の方がいいのか悩ましい。ブレイク時はリナさん連携スキルからクイック支援でエレン集結スキル打つようにしてるけど、バトラーもあって特殊強化使用率高いのがね。金メッキこれがクソ強い。ホヨバゲーはイベ武器のガスト2度と手に入らない上、最初のやつは特に強い。金メッキはシンプルで汎用性高くて配布でもらえるので最優先で獲得すべき。カリンにも合いそうだけどエネルギー回復ないから持ち武器の方がいいのかな。カリン持ちつけてない人は金メッキ良さそうだね。ホヨバ最初のイベント配布武器は最強が通説。タイプ強行基礎攻撃力595、攻撃力 25%、 攻撃力プラス 9.6%、 強化特殊スキルのダメージプラス 24%。
強いなぁ。飛行武器より強くてくさ。さすがにスターライトと同程度くらいじゃない？グリム持ってないムビが11号に持たせるとええかもな。お強行武器ありがてえ持ち効かないから足りなくなるんだよ。スターライト貫突してないし、キャノンローラーよりは強そうだからありがたいわ。まあ確かに強化特殊メインなのはちょっと微妙だけど、一番音量機が不足してるであろう S 強行は大半が通常攻撃メインだし、原神スターレイルと計算がちょっと違ってあっちよりもやや攻撃パーセントが強いらしい。ややどころか戦闘時に攻撃 20% バフとダメバフ 20% バフ受けるなら攻撃の神ダメ上がる計算式だよ。全ゼロ武器効果やキャラのスキルによる攻撃力バフはステータス画面で表示されてる攻撃力に乗算されるから実質的なダメージバフと同等みたいな感じだっけ。だからクリ率関係なく常時ダメージ伸びるおかげでキャノンローラーとスターライトの期待値がほぼ変わんないんだよな。武器効果部分の話だからサブステ攻撃か会心かってとこは別なんじゃね。スターライトは回避クイック支援時 19%12秒と機構は常時 12% プラス追加ダメ6秒後と比べてみて売り出しスターライトでいいんじゃねってレベルな話で、会心も他ゲーに比べて外部バフ盛りやすいって言っても常時会心 20% 負けるかっていうとあれだし、スターライトと同程度って言ってるやつ、無条件で上がる攻撃力と戦闘中条件を満たした時に上がる攻撃力の違い分かってないのか。機構悩んでてまだ交換してないんだけど一旦強行は交換しなくて良さそうか。正直どれも微妙でネガよりの悩みなんだけど、どれを交換すりゃいいんだろ。機構武器はもう少し強くしときゃ美化金が確実に買うのにな。あの性能だとスターライト含む偽売り星4武器でいいかってなるのばかりだった。エリーハンドは素材目的だから、まあ原神みたいに第2弾が出るまでは期待できないかな。エネルギー回復回り克服したカリンに持たせてもいいな。猫また持ちの方がダメ出ると思うけど、無条件で攻撃モデルの強すぎる。この攻撃力は常時アップっぽいから基礎攻撃力に乗算されるので強くなさそう。すまねえホヨバゴはさっぱりなんだ。サブじゃなくて武器効果だから乗算側じゃないっけ。発動条件がないといけないみたいなことあったっけ。7も勘違いしてるけど、これは最終攻撃力に乗算だよ。 OP とスキル効果で区別しろ。なんでになんなそんなに工場 S 武器持ってるんや。お前も工場 S 確定で S 武器引いて鬼にならないか。好きで持ってると思うのか。俺も雷管持ち余ってるからそれでいいかなと思ってる。先輩持ちは味方へのよだめバフついてるんだっけ。エレン持ちの 75% がすり抜けたんだよ。全持ちカンストで検証したけど雷管持ちが撃破の正解だ。無課金は黙れ。リナ持ちだけあるとかいう汎用のかけらもないはずれ赤でござんす。雷管持ちもいいけどクレタ持ちも裏でエネルギー回復つくから好き。リナモチーフは他の支援でもバチバチ使える当たり武器だろうに、現状他の支援が A しかいないからそれぞれモチーフ手に入りやすくはあるが、まあそんだけ引いてるかそんだけすり抜けてるかって感じやろね。ワイは猫また持ちとリナモチ以外持っとるで。なんで持ってるのって課金してガチャ回してるからだろ。武器ガチャすり抜けるか工場ガチャのキャラが武器に化けてるかなんだから羨ましいなら変わってやってもいいけど。エレン主演のレベルと運動機60にしたから、あとはチンウィの素材集めとディスク集めや。こんなん続けてて X 工場キャラたちの本格的な育成に入れるやら。工場しか回してなくてろくな運動機ないんだけど、いくつぐらいまでなら強化してもいい？どれ？持ちじゃない A とか B しかないのよ。A の中でもいいやつとゴミがあるのだよ。イベント配布運動機なかなか強くないか。スターライト貫突しちゃったわ。スターライトは汎用性高いからとつってもいいべ。男キャラ来た時に工場とかの育成に入るかな。男キックアップは石ため&育成期間やし。エリーハンドで安定して強そうなのは景色悪い唇なんなは取ったことないんな。あのよだめアップって全員んな、それとも持ってるキャラだけんな。日本語難しいんな。自分だけんなよだめアップは後ろの方にかかる補正だから 15% 以上の強さを感じると思うんな。唇結構強いんな。見た目気持ち悪いけど根気取っておくんな。唇は見た目がね、みんなデザイン的には全員には合いそうだけども、でも思うけど異常キャラは敵を異常にしたら別のキャラで混沌狙うんじゃないんな。それとも異常 X
2の運用でどっちも唇装備する感じんな。現状だと異常は出しっぱなしと一瞬だけ出るやつの2タイプがいるんな。パイパーとジェーンが前者でグレイスが後者んな。グレイスはグレポイポイして感電させるのが仕事だから唇持たせるならパイパージェーンになるんな。グレイスはそれより少ない上にコアパッシブ特性で強化スキルでグレ投げるだけで一瞬で感電させられるんな。しかもこのグレネードは EM 消費 25% だから控えにいればあっという間に回復するからグレ峠で即変えるのがんな。そして物理の異常蓄積は他の属性より 1.2 倍要求する上にパイパージェーンは一瞬では蓄積させられないんな。だから殴り続ける必要がある分唇を持たせるべきはこの二人んな。もちろん強刺激発症したらさっさとグレイスにして感電させるんな。グレイスは場に出る時間が短いんな。先に異常にしたキャラのステ3勝だから2人以上なら弁を考えずに済んで楽ちんだし頻度も多いとか考えてたんな。唇強さに対してデザインが異質すぎるんな。ジェーンに唇持たせたくないんな。こいつらずっと語尾みんなつけてんな。そういう縛りなのか知らんけどすげえ徹底してんな。なんなうるせんだよ。頭おかしくなっちゃってるのかんな。弱いボイプはすぐになるからな。工場温度非交換分のポイント溜まったんだけどおすすめある？グリムは1個交換済み。でもチェースキャラは主演1と作れた1とプリナ1と11ゴームとスチームとスチームちは持ってない。温度非交換マジか。そのシグナルでキャラ引いた方がよくね。限定回した方がいいぞ。ガチャに回すのってコスパ悪くない？自分のガチャ運を信用してないんだよな。少しでも天井に近づけたがいいのかな。さすがに30連はもったいない。天井意識してるならなおさらキャラガチャの天井を 33% 低くできる権利してるようなもんだしな。幸いチンイは持ち依存度そこまで高くないから次の欲しいキャラのために温存するのでも全然良いと思うが、猫また好きだから肉球欲しいけどガチャ30連分は痛いよな。好きなら交換するがつつこれからの方向性はまだわからないにせよ、紛争ノードみたいな方向性ならば好きなキャラでクリアできるからモチベーション兼ねて交換するがよし、なれどこたびの激変のような S ランクがクリアタイム制ならば一向の余地あり。工場だし、30連犠牲にして後から被ったら嫌だからガチャに回してるわ。工場は罠定期。無凸持ちの憧れが、俺の指を軽くする。どれか選ぶなら煉獄ギアゼネ属性縛りもないし条件満たしやすいのとサブステが衝撃力で汎用性が高い。俺が唯一持ってる星ボーン同期だからいいねしとくね。俺も唯一あるのがこれだけど、正直くれた以外にはかなり微妙だぞ。勘とつまな板に勝てる要素がほとんどないサブステの差も初動ぐらいしか差がなくて、一度エネルギー回り出したらもう勝てなくなる。タレだとだが戦と交換一択だったし、無理は様子見した方がいいと思う。ラインナップ追加されないかと思って貯めてる。それはないやろ。将来的にセスとかはここに追加されるようになるんだろうか。それとも工場 A をぐるぐるループなのか。まあ多分こっちよな。ハラスタレと同じなら A キャラ交換は2キャラずつ半年で一周。例えば1月と7月は同じキャラが来る。そして現在 A キャラはセス含めても10人だから後に枠まだ見えてないキャラが来る可能性がある。あくまで他ゲー踏襲した場合なので参考程度に。工場武器が9000円で売ってたとしてわざわざ買うかって考えるとガチャのがいいな。ガチャ30回で手に入るならお得だと思ってたけど確かに金額換算すると結構高いな。2倍石で見ても4、5000円買いらねえわ。こればかりは自分の機運と推しやプレイスタイルによって結構変わるんじゃないかはよ。欲しいっていうなら全然取っといてもいいと思うし、いやいらんだろっていうなら全然取らなくていいと思うわ。あーでも買うキャラいないし別にいらんけど無凸確保くらいしとこうかなみたいな人はちょっと貯めといてもいいかもしれん。A と誤差だからなぁ無理して取らなくてもとは思う。エレン貫突してチンイすり抜けしつつ引いたけどまな板貫突どころか1突しかできてないから雷貫持ち交換してよかったと思ってるよ。チンイ火力面で見ればデマラブレイク要因で見ればまな板でも普通に運用できそうだな。無凸無持ちで十分強いし良さそう。まずまな板貫突させるか。とりあえずチンイレベル50まで上げた。武器はデマラ式。
立ち回り自体は回避反撃を起点にするアンディと変わらないが、足を止めて回避にシフトするタイプだな。回避反撃、連打、ための動きになるが、エネルギーもりもり回復するから強化特殊織り混ぜて叩き込む感じ。強力なのが、回避と無敵がほぼ常時発動可能なところ。回避でコンボ途切れないし、ため攻撃に中断耐性もあるから攻撃を中断することなくブレイクまで畳みかけられるな。火力ならデマラ式、ブレイクならまな板かな。まな板なら衝撃力バフがあるから噛み合いそうだ。通常3、4段、ための中断耐性がずるすぎるな。当たってからでも極限回避発動するやんけ。まな板貫突してるから装備させてるが、レベル50、ドライバ6衝撃、まな板バッフルで衝撃161プラス41。追加能力 6×82 で492の攻撃力バフをほぼ常時発動。十分強いな。人員も持ち寄り一つだな。無理だけど。いかがでしたか？このチャンネルでは今後もゼンレスゾーンゼロの最新情報や攻略などに関する反応集を幅広く投稿していきます。動画の感想や意見をコメントしていただけると議論が深まりより多くの有益な情報を得ることができる場になると思うので気軽にコメントしていってください。反応集版攻略チャンネルとして役立つ情報を最速で提供できるように頑張りますので、ぜひチャンネル登録グッドボタンをよろしくお願いします。